海角7号くん思う、国境の南は、2008年8月に、台湾で公開されたファンイチェンと、田中知恵主演の台湾映画、及びそのノベライズ化された小説。近年低迷を続けていた台湾映画界で、この映画は、例外的な興行収入5億3000万台湾ドールを、記録し、タイタニックに次いで、台湾歴代映画興行成績のランキングで2位になった。 公開当初は、他の台湾映画同様、それほど振るわなかったが、口コミ効果で芝叩く間にヒットしたと言われる。現代の表記は、海角7号で、号が、日本の旧字体にあたり、英語名は、ケープナンバー7で、両大名とも直訳すれば、三崎7番地となる。日本語の題名はファン・イーチェンによる、映画挿入歌、国境の南からの引用である。 日本では2009年6月に宮崎映画祭でプレミア上映された後、同年12月26日より劇場公開。日本統治時代であった1940年代、台湾祭南の町久し春に赴任した日本人教師が日本名小島優子という台湾人の教え子と恋に落ちる。第二次世界大戦の終戦の後、 駆け落ちを約束していた優子を台湾の港に残して、彼はやむを得ず内地に戻る引き上げ船に乗った。そして日本への7日間の航海で毎日恋文を書き綴ったのだった。彼が優子と別れた約60年後、台湾南部で物語が再び時を紡ぎ始める。台北でミュージシャンとしての成功を夢見て挫折した赤が故郷の久し春に戻ってきた。 将棋会議長を務める校は、オートバイでの配達の際の事故により、休暇中のしげるじいさんの代わりとして、アガに郵便配達の仕事を世話する。ある日、アガは郵便局に返されるべきであった、非体提出物の郵便物を見つける。それは、60年前の日本人教師の娘が、死亡した父親の遺品から投函できなかった恋文を発見し、 台湾に届けようと郵送したものだった。中身に興味を持ったアガが詳細を知るために封を破ってしまうが、開封しても日本語の手紙は読めず、古い日本統治時代の住所である、高尾州、久し春群会、各七番地を知る者もいなかった。その間、根底国家公園の中にあるリゾートホテルでは、中孝介が公演するビーチコンサートの計画が進んでいた。 だが、コンサートに出演するバンドのメンバーは、地元の人間から選出されるべきだと主張する、将議長が、その公的立場を利用して、職権乱用ギリギリのキューバしのぎのオーディションを行う、ことに。結果、アガを中心に6人の地元の人々の前座バンドが、結成されることになったが、年齢、キャリア、モチベーションが、全く違うメンバーたちは練習すら、うまくいかない。 そんな彼らをマネージメントする立場として、中国語が話せるためにたまたま、久し春に派遣されていた優子という、売れない、日本人、ファッションモデルに、白羽の矢が立つ。様々なアクシデントやトラブルを乗り越え、彼らは、ビーチコンサートを成功させることができるのか。そして、日本人教師が綴った恋文は、無事届けられるのか。のばい会は、 日本統治時代の小学校での代表的な商家であり、台湾が日本統治を離れた後も中国国民党軍政権に排斥された日本文化の中でドイツのフランツ・シューベルトの作曲ということで、かろうじて日本統治世代に受け継がれてきたもので日本と台湾を結びつける象徴となっている。映画の上映中には台湾の日本統治時代を生きた高齢者の多くが 口ずさんだと台湾のメディアで報じられた。この映画の公開後、久し春のロケ地が、有志によりどこかが突き止められ、観光名所化したり、本来なら、リリースの予定がなかったサントラがリリースされヒットした。第8回、中国シフトへの反動化強まる日本時代への、ノスタルジー。K。 z o n e m o n h t p? t p コロンススラッシュ m o n e y f a n e t v i z スラッシュスタディスラッシュラーニングスラッシュエマージングスラッシュ taiwan01 スラッシュ 08.html ありがとうございます。